流通大手のセブン&アイ・ホールディングスが株主総会を開き、経営不振が続く傘下の百貨店そごう・西武の売却をめぐって説明しました。今日開かれた株主総会にはおよそ250人が出席し、株主からそごう・西武を売却するのかどうかについて質問が出ました。セブン&アイ・ホールディングスは売却を含めたあらゆる選択肢の中で検討しているものの、現時点で決まったことはないと回答したということです。今の段階で具体的なことはもう正直言えないだろうなとは思ってたので、ただなんとなくその表情というか話ぶりからはやっぱりちょっとかなり苦しい状況なんだろうなというのを伺いました。そごう・西武の売却先には複数の外資系ファンドが候補に上がっている模様です。